京都に今日はもう野球三昧。行くぞ、勝負だ。どうした？シャーバットの L1 やがった。膝がもうラスト。なんだそのボールの数は黄色。後ろ向いてもセカンド誰もいませんけど、牽制しようと思っても架空の人なんですけど、架空の存在にこんなことやってもダメなんですけど、今だ、うわ、誰だ、架空の存在に疲れてる、また触られた。さあ、変化球をこの後ろでどういう球にするかをカメラだけに伝えよう。3本指で小指と親指で挟む。全然力入らない。ヒュッ。打たれた。スピンかかってる。しかも。スーッとライ。どうだ。今股間を狙ったぞ。ボール。ボタンボール。何それ。忍者みたいなやり方。刀。そんな刀のやり方だったらな。剛速球すごいだろう。今度こそ剛速球見てよ。ホームラン、速い、ボールが湧いてくるかのようにあるじゃないか。それホームラン、よーし、フレー。もう鬼は外状態、フラウキ状態、違うとこに投げてるからもう完璧。いや、打たれた。行くぞ。ワンバウンド、うわー、痛い。なんでキャッチャー打ってるんだよ。キャッチャーじゃなかったの。キャッチャー普通座ってこうやってない、ね、構えてるんだけど、なんでバット持って跳ね返りのさ、空振りしたボールをそのまま打つのよ。そんなのありえる。ありえないね。ありえないよ。楽しめるね、君たちは。こんなにボールがあって。ホームランだよ。キャッチャーが打ってる。ピッチャーも完全に上手くなってる。
発撃つのに100発ピッチングマシーンとなりきるよってコーチ。ピッチングマシーン、うわー撃たれた。京都に今日はもう野球三昧、いけまだ